日本カーリング選手権大会第33回日本カーリング選手権大会第33回日本カーリング選手権大会は2016年2月6日から13日まで青森県青森市の道銀ドリームスタジアムで開催された日本カーリング選手権大会である今大会は日本代表枠がなくなり全年度優勝のチームが出場前年度優勝チーム 開催地推薦、各ブロック予選を兼ねた大会で勝ち抜いた9チームが出場。男子優勝チームは2016年4月2日からスイスバーゼルで開催される2016年世界男子カーリング選手権女子優勝チームは2016年3月19日からカナダサスカチュワン州スウィフトカレントで開催される2016年世界女子カーリング選手権へ。 日本代表として出場する。男子は SC 軽井沢クラブが4年連続7回目、女子は LS 北見が初の優勝を飾った。勝率直接対決の勝敗、DSC1VS22 月12日9時30分、3VS42 月12日9時30分準決勝2月12日15時3位。 決定戦2月13日10時決勝2月13日18時30分 1VS22 月12日9時30分 3VS42 月12日9時30分準決勝2月12日15時3 2決定戦2月13日10時決勝2月13日14時30分ありがとうございます